皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は本の紹介をします。タイトルは本当に危ない闇バイトの話、ね、ちょっとインパクトのあるタイトルですよね。最近新聞とかテレビとかウェブ上のニュースで闇バイトという言葉を聞く機会が増えています。特に凶悪な強盗とか窃盗の犯罪についてですね。この本ではこの闇バイトの具体的な例を挙げて、その犯罪に巻き込まれないようにするためのヒントとか、巻き込まれそうになったら誰にどこに相談したらいいかと、こういうものを紹介しています。じゃあ闇バイトってじゃあ実際どうなんだろうと。闇バイトというのは犯行を企てる組織の実態が見えない闇組織のバイト、これを闇バイトと言います。警察はこの組織を特流と呼んでいるそうです。特流というのは匿名流動型犯罪グループ、これを略したものです。この闇バイト、若者をターゲットに罠を仕掛けて犯罪に手を染めさせる、そんなことになってるんですね。で、実行犯が逮捕されても実はね、組織が特定されないと。連絡は特殊なアプリ、これを使っていて証拠が残らないようになってしまっている。そのため警察がそれを調べることができないと。犯人の元はどこなのか調べることができない、こんな状況になっているんですね。闇バイトの怖いところは、一度闇バイトをやってしまうとそこから抜け出すことができない、こういうことがあります。免許証とか身分証など学生証などで個人情報を相手に握られて、それを使って脅してきます、ね、学校に知らせるぞ、親に言うぞ、SNS に晒すぞ、こんな風に脅かすんですね。それでまた次の闇バイトに手を染める。実行犯が誰にも頼れない状況を作っていると、そういうことです。それから自分はこれは別に法律に反していない、大丈夫なバイトだと思ってやってるものもあります。気づいたら犯罪の加害者になっている、こんなふうになっちゃうんですね。知らないから、これが犯罪だって知らないから大丈夫だと思ってやってたら実は犯罪で逮捕されてしまう、こういうものも本の中には紹介されていました。自分で犯罪を犯しているという意識がないままやってしまったもの、やっぱりこういうのは怖いですよね。知っていると知らない、ね、普通だったら知らないというような闇バイトも本の中には紹介してあります。そして私これ読む前って、闇バイトって自分とは全然関係ない世界の出来事だなと思ってたんですけれど、読んだ後には意外と身近なところで、ね、この闇バイトって罠を仕掛けて獲物がかかるのを待っていると、こんな風に感じました。そしてこの本はこの闇バイトの罠に気づく力をつけるための本と、巻き込まれそうになったらどうしたらいいか、こういうことを教えてくれる本と、このようなものだと思います。今回は本当に危ない闇バイトの話という本を紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。